信長の野望。新生 PK。越前加害生と怒涛のごとく新聞紙今川家を壊滅に追い込んだ我らのフェニックス。毛利元就や織田信長も家臣に加わり戦力がインフレ化、最強と化した織田軍。さあ者ども織田城へ帰るぞー。今川本拠だった岡和地城を制圧し、丹羽長秀筆頭に25名の武将をゲット。丹羽長秀、組頭から人生再出発。浪人3名寝返り士官です。大鈴木定優。すでに仲間になってる孫一のお父さん。続けて有能な本庄重長。上杉家の重鎮だけど内乱を起こした際には、1年くらい謙信公や柿崎さんと争い続けたもさ。北条との停戦期間が1年ほど残ってて暇なので恩賞授与。禁足事項。朝比奈さんは今日も元気。制作も強化、小荷田大配備を星4に、遠征がはかどるぜ。さらに高家の誉れもまあアックス、月額7500円プランで能力15くらいアップ。前に伊達政宗のおじいちゃんと紹介したけど実はひいじいさんだった伊達種宗が引き抜きで仲間入り、御年80だがなかなかパワフルなじいさんだぜ。お次は朝廷工作しようと思ったけどあれ？できない？ふっふっふ、わしすで21位、左大臣であるぞ。右に出るものなしの由来の左大臣、現代だと総理大臣クラスかな？戦国最弱が大出世だ。増改新も900あるから、高家の誉れの能力アップがいい感じに上昇。最初は維新後だったのが懐かしいぜ。武用もちょい見直しで雨御殿を廃止、して鬼島津を抜擢して薩摩軍法を発令。チェスト王。これで臨戦時の攻防がアップだぜ。北条家との停戦期限切れでござる。我戦国最強となり、ふるさとに錦を飾らーん。時は来たれり、皆の者、織田城に帰るぞー。最後の大遠征の開始だ。ただいまの勢力情報はこんな感じー。織田家90万の北条60万ってとこか。あと1年あれば兵力100万いけたかな？まあこの兵力さなら楽勝だぜ。念のために敵武将もチェック。うお、一番上謙信公かよ。島左近や黒田官兵衛に最上義満なんかの有能武将も盛りだくさん。北条もなんだかんだで武将350人くらい、強いやつたくさんいるな。いかな強敵がいようと構わん、わしは織田城に帰るんじゃあ。今回の遠征目標は織田城、一気に関東を踏破だ、引くことは許さんぞー。二条御所から織田城まで一回の遠征で行く気かよ。できらー。兵力65万で編成完了。北条の総戦力も同じくらいだし、いい勝負ができそうだぜ。ちなみに北条の本拠は織田城隣の遊騎城、織田城機関ついでに落として北条を壊滅させるぞ。では軍備の準備が整うまでに時間があったので、国衆使って孤立してる二股城攻めを開始、最終決戦でも国衆告し。北条の患者により焼き打ちを受け老僚と兵に被害が、ああ国衆で削ってから攻めるつもりだったのに、条約前に出陣すべきだったな。でも軍団長畠山のフォローで米回復。さすがのと畠山氏の第九代当主、できる御仁だぜ。そんなわけで米回復したので孫一を二股城攻略に出陣。ここは敵援軍来れないから消化試合みたいなもんだ。結果半月ほどで二股城陥落。大遠征の前哨戦勝利幸先いいぜ。では孫一は一旦騎乗して再度軍備を整えよ。西の本隊も軍備が整って、各自進軍開始してるな。沢山大垣を補給拠点にしてるので、ここで補給して関東へ進むぞー。進軍路は中山道を通り小諸城を目指せ。ここで北条家と決戦だ。そして2ヶ月後両軍が相対、微調整して大合戦に持ち込むぞー。うわ北条勢もめっちゃ集まっとる。道が細くて調整がむずい。一大事でござる、名優大友家の本拠が陥落したとのこと。なんと、九州の覇者になってた大内家に大友家がやられちまったか。うわめっちゃ領土削られてる。こりゃ大友が大内に食われるのも時間の問題だ。んじゃ大内家と同盟結ぼっと。大友が大内に変わるだけ、文字が一文字変わるだけだし問題あるめー。名優をバッサリ切り捨てる、まさに下道。我らに西方面にかかずらう暇なし、目指すは織田城のみ、北条を蹴散らせー。よし両軍16部隊も揃った、大合戦の異風境で東への道を切り開くぞー。敵は小豆坂七本槍下方貞清に武田の五名神忠三八郎。雷霊に結城四天王水谷。信玄公の弟の信繁に雄三寺四天王の木下。ハゲの雷将と天道より定。敵総大将信長後期の織田隆一に真田の信忠。北条氏国とかっこいい兜水原近則。豊臣政権五大老小早川高影の隣に毛利宿敵末高房。その名前で負けると恥ずかしい熊代勝利。
そして最後は軍神剣神功だー。長ゼリフお疲れ様でした。16部隊もいると武将紹介だけで疲れるよ。それでは宇治原小田城機関への第一歩の戦い、開戦。右翼はノップとボンバー松永コンビ、鬼島津も追従して遊撃よろ。剣女藩とキラは直進し目の前の要所を制圧せよ。アマカスと伊達種宗は激戦となる中央のコブ要所を右から攻め立てろ。千代女ちゃんとうんこマン荒木は左から攻めあわよくば敵を強撃。安藤は目の前の要所取りたいけど位置的に無理っぽいから道の封鎖に専念。石山ごぼうの城主になり最大兵力となった三好さんは直進してコブ要所の制圧よろ。切腹のパイオニア清水さんは三好さんが背後取られないように道を封鎖せよ。朝比奈さんと上杉友貞は左翼をおなしゃーす。で攻撃142と化け物化してる小田さんも左翼で遊撃よろ。左翼は剣心校がいるから気をつけろよ。あいかしこまった。では全軍進めー。この戦いに勝利し、関東への道を切り開くのだー。まずはタッチの差で千代女ちゃんが中央のコブポイントの制圧に成功。ここは十字路になってるから、攻めるのも守るのも難しい要所。で敵に剣心校がいようとお構いなし、上杉四天王甘かす影持ちが一番やり。お、三好もコブ要所制圧成功したぞ。中央の十字路になってる要所は互いに強撃となる大激戦。こりゃ体力管理が肝になるな。小早川末高房のイケメン二人が迫る左翼は、上杉友貞と三好さんで強撃成功。しかし右翼のノップとボンバー松永は、タッチの差で拠点制圧間に合わず、あー敵に拠点取られちまったぜ。体勢を整えるぞ、左右に分かれて気が追撃してきたら強撃に持ち込むのだー。なんちゃって釣りのブセだ。おっと中央が疲れ始めてる、後続部隊と入れ替わり体力を回復せよ。敵方も入れ替えして体力回復してやがる、こりゃ泥仕合になりそうだ。ボンバー松永がライレインを抑えてる、未だノップ、援護し強撃を食らわせろー。お、隣の鬼島津剣女藩キラの鬼強部隊が、木下正奈を撃退したぞ。そのまま奥にいる多田三八郎を蹴散らせー。奥に下方貞清が控えてるが軒口までの道も開けるか。よーし、やたらとイケメン末高房撃破。順調順調。三好さんはコブ要所を奪おうとしてる剣心校をよろ。小田さんはそのまま直進し小早川のとどめをなしゃーす。休憩終わった千代女ちゃんは中央に戻さず、強撃で安藤の援護。そしてこの世界では弱い方の織田にされてしまった。第六天魔王が真の力を発揮する、神聖。これには思わず小早川も撤退。いやそいつは仕方をしたんじゃが。細けえことはいいんだよ。はいはいそんなことより中央が激戦だから鼓舞するよー。上腕二頭筋に力を込めろー。力こぶ。元気満タン攻撃上昇。安藤千歳は魔法を唱えた。水原千歳は1578のダメージを受けた。爆散打ち死に。小早川を排除し軒口までの道は開けた。小田さん、一気に軒口落としちゃってください。わし自ら軒口を落とし、地球優勢勝利とせん。そしてコブにより優勢となった中央では、敵大将太田龍一の撃破に成功。鬼島津たちも多田三八郎を撃破、こりゃ右翼も勝負ありだぜ。勢いに乗る小田軍の猛攻は止まらない、ボンバー必殺のチャガマアターアーク。いやこれ名物見せてドヤ顔してるだけです。そうなん。金速事項。朝比奈さん姿見ないと思ったらずっと左翼一人で封鎖してたのな。やばいすっかり忘れてた、体力もうゼロじゃん、急いでこぶしてあげましょ。はい力こぶって邪魔すんなハゲー。ごめん朝比奈さん今こぶを。安藤千歳は要所制圧した。こら邪魔しないで。朝比奈さん考えー。はい、力こぶ。よしこれで体力も大幅回復だ。さあラストスパート行くよー。激戦の中央で天道何がしを撃破。しかし北条を圧倒していた織田軍にアヌン垂れ込める。軍神だー。いかに軍神といえ3万超えの三好さんならってあらー。一撃で被害1万ってガトリング砲でも使ってんのかよ。しかも混乱しちゃってるし軍神さんマジ軍神。強すぎだろ。しかし軍神を食らおうとも織田軍の勢いは止まらず、真田信忠を撃破。朝比奈さんも勝利に勝利。勝利今日から敗北に名を改めよ。ノップボンバー松永コンビも水谷を撃破。そして最後は剣女藩が拠点を落として式優勢勝利。わしあとちょっとで軒口落とせたのに。大合戦は部隊数が多いから、敵を撃退するとすぐ式優勢になりやすいのかも。まあ次の戦で頑張れよ。結果被害5万のそこそこの規模の合戦となりました。1万は軍神被害だけどな。軍神魔術よ。こうして軍神を下し大合戦に勝利した明星が、威風となって伝播する。威風強王。おおこれはかなりの広範囲。
これにはこっそり一条だけ見逃してもらってる今川義元もびっくり。お城四条ゲットでございます。さて次は北条の集まりも悪そうだし、越前から富山城攻めも開始。で大規模合戦の結果兵力の推移はこんな感じ。北条の兵力が半減して残り20万になったぜ。なお我ら織田家の最大兵力は100万超え。もう負ける要素ねえぜ。おお、関東平野に乗り込むぞ。皆の者を推し城に進軍じゃあ。織田城にだいぶ近づいて宇治春も気合入ってるぜ。そして推し城目前で北条勢と会いたい。道が細く部隊が合流できておらんが構わん。こちらの方が兵力は上、このまま合戦じゃあ。ここで威風吹かせれば、織田城機関も一気に縮まるぞ。では大規模合戦に勝利し関東平野に乗り込んだところで今回はここまで。次回はいよいよ最終回。よろしかったらチャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。戦国最弱から最強へと成長した宇治春。果たして彼はどんな天下統一を成し遂げるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。